はい、ってことで今回はクラブフェイスのレボなんです。イエイ、よいしょ。クー初めてじゃない？ナチです。ナチ、私の七色ナチです。ナチの方ね。ナチの方です。ってことで今日のイベントはなんとこれやります。フェイスの3月のイベントをみんなで決めよう、うん、3月のイベントをこの番組中に決めるんで、みんなで意見出し合って、みんなでこの番組中に決めるから、あとで聞くんでね。あとで時間ないんでね、本当30分しか時間ないんで、みんなでちょっと気合い入れて決めていきましょう。ちなみに書いてくれた中で本当に採用したらそれを絶対やるんで。絶対やる。しっかりね、考えてね、意見を取り入れていくみたいな感じで。お、なるほどなるほど、来たね。うん、やりますよ、絶対やるから。ほんと3月中にやるからね。ちゃんとただやばいのはやめてね。えぐいのはやばいのはここで削除してから大丈夫だから。気合入れる人が出ますよ。 NG コメントする。やばいのはダメ、マジでダメだから。ほんとに裸イベント OK ってことで、裸イベント、レイトも、レイトも来るから。レイトも来たね。レイトもいるから、こっちだ。気合入れてイケメン揃いやっていくんで。ってことで、あれかね、なんか一言、どうもシナリトです。まあ、3月のイベントで言ってるんですけど、2月26。あ、そうや。ちゃっかりね。ちゃっかり、いやそれでも来たんで、イベントやるんで、皆さん、まあ、なかなかこれ見てくる人いないけど、まあ。26日、現実。大事ですよね。でもこれ髪切ったんですか？髪切った。タモさんか。はい、ってことで、CM 一回挟もうか。じゃあますか。はい、じゃあお願いします。26日何のイベントですか？26歳は、はい、26歳になったんですよ。26歳になって、それ聞けてるわけね。はい、だから26日は26歳のバースイベント、レイトの、はい、おめでとう、おめでとうございます。ってことでオリシャンももちろんあるんで。あります。よし、何本あんの？何本は言わなくてよくない？言っちゃってよ。30本ぐらい。おー、すげえ。おーって言います。ってことで、じゃあ26日レイトのイベントよろしくからの、じゃあ3月のイベントもね、もう実はフェイスでちょっと決まってる部分があるんですけど、もう一個作りたいなってことで、今日のなんか流れはこんな感じです。今までにやったイベント、他店でやったイベント、まとめて決める。そう、文章化しましょう。そうってことで、まず最初は今までにやったイベントをみんなで話し合うみたいな。今までやったイベント、あれがありましたね。なんか印象的なイベントをみんなでちょっと出していくみたいな。はいはいはい。シャンパンタワーイベント。ああ。ありましたね。いやー、楽しかったですね、あれは。確かに。シャンパンタワーイベントは確かに盛り上がった。みんなでこうやるんで、タワーを。シャンパンタワー2個立ててね。そうそう。2個立てて、バトルでどっちを埋めるかみたいなイベントをやって、それ結構盛り上がってたよね。盛り上がりましたね。あれはだいぶ楽しかったっす。まあ、バトルで言ったらあれもありますね。あの鏡割り。ああ、今年のね、あれは、あれは今年の1月にやったやつ。あれは盛り上がりましたね。ベロベロですよ。あれ盛り上がった。ベロベロですよ。だから日本酒はやばいってことが分かったイベント。あ、日本酒がやばかったね、あれはね。その時はいなかったんですよね、実は。逆に、ね、実はいなかったんですよ。あなたもですか？日本酒、私もです。日本酒やばかった、鏡ありは。本当に。わかんない。でもバトルで言ったら、食撃とかもあったよね、フードのイベント。はい、どうぞ。はい、歩夢君。ありました。何やったか、やらなかった、一回。何があった？食レポ。食レポ。しかもさ、それさ、ちょっと被って見えないんだよ。何の音だよ、全然わかんない。もうなんか、家がじゃなくてが怖いわ。家が無理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 。
家側のイベントは辛いよね、うん、なんかみんなしたい、ね、なんかイベントないですか。あ、僕か終わっちゃったよね、これを潰すイベント。ああ、ありましたね。潰されなかったけど。あ、まあ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 、確かにね、うん、まあしたイベントで言ったら、まあでも3月のイベントだから、3月の通常のイベントって言ったらやっぱホワイトデーとかさ、まあ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 、お花見、お花見、ガキ使でやってた企画とかは、ガキ使でやってた企画がまず何かちょっと、うん、ちょっと新しい、そういこういこういこう、ちょっといいそれ、笑ったら叩かれるみたいな、あ、そっち笑ったら飲むみたいな。笑いがないよ、その日のフェイスは。暗いよ、笑いがないよ。めっちゃこれ、ごぼうしばき合いはやばいでしょ。絶対、純が1位よ、女。コブラが1位。コブラが1位。コブラが1位。あ、ひな祭りね。ひな祭りもいいっすね。まあ、やっぱ女の子のね、目線で言ったら。釣りイベント何か知りたいけどね。出ました、熱々アンタム対決。いいね。誰がやるか、それを。レイとイケメンイベントとかやっちゃう？レイとイケメンイベントね。ちょっと今月やるやんけ。こんなしんどそうなイベントはもう。そうね。あとさ、やっぱこれ見てる人が他店でやった印象的なイベントとか。あ、なんか教えてほしいかも。気になりますね。なんか書いてくれたらね。今日みんなセンスあるの面白いね。面白いもん。絶対笑っちゃいけないイベント。それはねダメだね。他店でそのみんながフェイスが通ってるみんなが。他店でやってきたイベントとかなんかね、あ、よかったイベントでやつを、あ、よかった、あ、これめっちゃいいじゃんみたいなやつとか、 あんまりないイベント今まで、あんな飲み放題があって、女装イベントね、出ましたね、待ってました、やっぱ俺はもう女装しなんでね、やっぱ女装したい、むしろ女装したいぐらいなんでね、女装ね、するよね、しますね、俺ハロウィンで勝手に女装する、女装イベントでもないですね、ちょっと待って、レイトの女装だけでも俺ワンタンまあね、レイトの女装良かったよね、いや楽しい、みんなね、女装してみんななんかもう傷とかつけてるの、レイトだけただ普通に女の子になってきたみたいな、あのツイッター載ってるんで良かったそうね、あ、クオリティ高そうってやっぱ来てるもん、やっぱ女装とかがいいのかね、コスプレとか。でもやっぱみんなのもやっぱ見たいですよね。逆に。ゲテモノでも。ゲテモノすら見たい。だからハロウィンにしようっていう。ホストの料理対決ってどんな感じなんだろう。お菓子料理あり、あり、料理あり。お菓子作りホワイトデーだから。ホワイトデーだからってこと？え、無？逆にないんだね。みんな無？ホワイトデー。え、これ結局どうする？じゃあ、あの終わりまでに決めるよ、決めてやる 4つに絞ってアンケート取りますか。あ、いいよいいよ、アンケート取れるし、それだったらもう一番意見も反映しやすいから、女装してみんなで投票するって面白そうですね、誰が一番可愛いかみたいな感じですよね、投票って。あ、なるほどね。でも完全サランキモそうって来てるでもこれもそれでまた見たいですけどね、なんかいろいろせっかくなんでキモくない風にしてくるしそうね、だから 4つをじゃあね、あの、そうね、じゃあまず1個女装にする、うん、1個女装、1個じゃ女装、1個女装、書いとこう、書いとこう、うん、書いてこう、あと3つちょっといいよ。ちなみに俺が食べてるガムはいつもクロレッツ難しいっすよね、イベントってやったら今までにないこう、ね、やつなんかやって面白いみたいな、そうっすよね、うん、なんやろうな。でもやっぱさっき飲み放題ってあったんだよ、ちょっと前に。うーん、飲み放題と何かを掛け合わせるみたいな。そうですね、飲み放題だけだったら面白くないですもんね。そうね、飲み放題だけだったらなんかあれだからね、飲み放題また来たい。サラン君は女装しないでほしい、ヤンジョがいい。女装じゃねえか、結局女装結局かい、ダンス大会、女装じゃん、ダンス大会ね、これもうちの代表がね、やっぱそうっすね、パラパラ素敵な、パラパラってこと、パラパラ俺ですね、完全に。でもさ、ダンス大会ってもしさ、もしここにいいよ、カクとすんじゃん、ダンス大会になったらもうダンス大会だよね。そうっすね、まあまあ、ね、そうっすね、お酒飲めないっすよ、ね、誰得イベントなの、食べ放題、あー、飲み放題食べ放題みたいな、それはちょっとまた違うかな。とりあえずダンス大会入れてみる。ちょっととりあえず入れる？入れる？いい。ダメダメ。ダメ。絶対やんない。これ本当になったらどうすんのって感じ。ダンス。だから。ダンスになる。本当になるんだよ。怖い。本当に来月の決めるからね。今決めてんだよ。ただの酔っ払いの踊りです。そうだよね。間違いなく。だから女装ってもうなんか
なんか一個もうあるもんね。いやこの流れでいくと女装なれそうだな。そうっすね、女装だね。もうだって4分の1が今1個しかない。もう女装しか書いてないからね。ひらがななんすね。なんか ごぼうしばき合いでも入れときますよ。とりあえず何をイベントするんですか。なんかあのもう、はい、もうあれです。逆にじゃあみんなはやっぱあれじゃん、まあ他店でやったイベントとかじゃん。俺らはなんかないかね、逆に今まで。うん、なんか今までっていうかやりたいイベントとか。クリアの時はカラオケイベントやったっすでも。ああ、カラオケイベント。カラオケイベントってどんなことやんの。なんか採点、採点勝負。そうですね。え、それ1曲じゃないですよ、1番ぐらいでしょ、尺的に。シャンパン1万。でもダンス大会よりはマシかも。シャンパン1万からなんか1曲歌えるみたいな。あー、ありありあり。え、なになに。なんかシャンパンのカフェパンあるじゃないですか。うん、1本入れたら1曲歌えるみたいな。もうちょっと高いでしょ。もうちょっと高いでしょ。曲入りすぎちゃって。じゃあ一応カラオケイベント。カラオケイベントカラオケイベントは行っとこう。確かにカラオケイベントいいかも。たぶんそうっすね、カラオケは。いや、これお前めっちゃ歌うんだよ。お前めっちゃ歌うじゃん。カラオケは僕任せてもらう。私も歌うの。いっぱい歌うの。その日はもう女の子も歌っていいの。女の子も歌ってもいいっすか。はい、ノリノリやね。はい、カラオケは大好きなんで。一人で歌うんだ。オッケカラオケいいかも。一人で僕たまに入ってます。だから女の子と一緒に歌うこともできるんです。デュエットとかもいけるってことありか。あ、だから全然いい、楽しいかも。へ、やりてカラオケいいかもね。ちょっと新しいですね、これも。新しい、うん、あと2個だね。あ、腕相撲腕相撲俺一番な。腕相撲出てますよ。腕相撲辛くない。腕相撲でも、ま、前やりましたもんね。もう100回やってますもんね。あんたんくん腕相撲か。そうね、でもフェイスって意外とないのが、まあ他店では定番かもしれないけど、意外とないのがただコスプレしてみたいな。本当にコスプレ、ただただ、はい、そう、コスプレの本当のイベントみたいな、うん、ないじゃんあんまり、うん、まあアニメのコスプレでも、まあコスプレチーム作ってのそのなんかを対抗するとかでもいいけど、まあただコスプレっていうのはないから。でもコスプレイベントってなくない、本当に。コスプレありっちゃ、だからそれで女装したから女装すればいいし、うん、好きなアニメのキャラクター、女装チームとか作ってもいいし。いや、女装は女装にしましょう。みんなのが見たい。これで決まったらね。みんなができる。じゃあコスプレ足していい。コスプレ足していい、とりあえず。4択の1個に。幅広くないですか。じゃあ、アニメ。アニメコスプレです。アニメ系。あ、確かに。半分。アニメコスプレ。コスプレ。ちょっと飲みますね、とりあえず。アニメ。アニメコスプレね。アニメコスプレ、はい。オッケー。コスプレいいっすね。やばいやばいやばい、これもう本当に女装つらい。まあでもこれはもうやっぱね、みんな見てる人のやっぱ意見、それはもう、はい、あともっとエグいの欲しいな、やっぱエグいの。あと一個エグいの、それいないから、初代熱あいついないから、せいせい、とりあえずエグいのやらせただけでしょ。それを見てるって、とことんエグいのでいこう、やっぱり。いや、虫食いはやりましたね。虫食いはやったね。ローキックは多分やったやつ嫌われちゃう。確かに、ちょっとおもろそうちゃいます、ローキック。レイト様のエヴァ見たい。エヴァ絶対やんないでしょ、エヴァって。でもさ、綾波レイとかもさ、服装、はい、あの女装したとか、いけそうだけどね。綾波レイヘアだもんね、ちょっと。確かに、ちょっとそういうとこありますね。お絵かき対決、これよくヘルプでやりますね。ああ、やるかも。ヘルプでね。やるやる。でも3月だからね、みんな。3月を生かしたやつを1個入れたいよね。そうですね。何ですか、3月って。まあ、3月では卒業。3月って何あるかな。旅立ち。ホワイトデーとかあるっすね。ホワイトデーはだからまだ歩夢のやつしか決まってないから。負けたチームに打たれる。やばくないですか。何が意味あるの。ちょっとなんか男気あるやりたないですか。せっかくなんで。ちょっとなんか。ちょ例えば。体張る系の。喧嘩一番強いもんね、やっぱ。いや。そうじゃなくて、なんか。今のうち喧嘩の時な。買う系は買う系。なんか男を見せるみたいな。ただシャンパン一気飲み、俺早いぞみたいな。ね、ああ、早飲みね。早飲みとか、それ以外でも、俺、一番腕立てできるよ。みたいな、なんかの男だよ、みたいな。熱苦しいな、腕立て。結構。熱い系。汗はかきたくないな。熱い系やりたいですね、もう。営業終わりもみんな。おでんかなじゃあ。おでん、リアクションイベントちょっと面白いかも。面白いっすね。おでんしますね。もう体張るんはおでんの方で。おでんリアクションイベントちょっとなんか面白い。ちゃっかりあれだね。一番答えるんだね。ちゃんとあのやっぱサービス。そう。他の中身を当てるイベント。ちょっとおでんもんどっから CM 行きますか。いや、そうですね。おでん。CM 中におでんもんどきます。
ってことで CM でイエイ。2016年、ブラックソード銀座店オープン。俺がやりたいと思ったからやらなきゃ気が済まない。経験者大募集。はい、ということでおでんイベントはねちょっと過酷ってことになったんで、とりあえず桜庭亮が今参戦したの、遅れながら参戦したんで遅れました。そうってことでちょっと亮についてわーみたいなパチ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 来てるね。おはいえいはい、ということで今亮下り分かんないと思うけど、みんなで今決めてんのイベントこの、はい、この4つになってるから、はい、あ、この3つ、今んとこ3つ決めてて、もう1個決めて、こん中から1個決めたのがガチで来月のイベントになる。おー、逆に量も何かあったら言ってくれれば。うん、僕出したやつがもう乗ってる。何助走カラオケっす。あ、カラオケか。カラオケっすね。好きだもんね、歌そうっすね。で歌うまいってこと、量は。量はめっちゃうまい。めちゃくちゃうまい。気持ちいいもん聞いてて。いや、うまいっすね。確かに、かいい声をしてます。確かに、ラッソンとかもうまいしね。下手なのそんなにうまいの。ほらもう気になっても食いついてるもん。量に食いついてるよ。あ、量じゃあれ歌ってるし、ヒロイン。あー、ね、確かに。あー、ユムは一番だった。まあ、でもカラオケだけは、これ、あ、今日アユムラッソンだよ、だから、え、はい、マジって聞こうってなるからね。まあカラオケだけはちょっと素直に僕得意。アユムの場合さ、はい、もうカラオケじゃないもんね、ラッソンが。もうなんかラッソンっていうもう一個のアートみたいになってるんですね。普通にショータイム来たかと。そうっすよね。しばき合い。スリッパしばき合い対決見て楽しいお客さんいる。僕らあーあーあーみたいになるやつでしょ。殴られて殴ってみたいな。そうね。何でもいいから食べ放題つけてチャンスね。あ、食べ放題つけるんだったら食べ放題つけるんだったらなんかでもあのホスクラで食べ放題行くんだったらガチの食べ放題行ってもらってまあまあそうだね。そうっすよね。まあ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 、まあ、確かにお腹いっぱいになったら飲めないしね。そうっすよね。ちょっとしんどいっすよね。お前全然喋らんやん、なんか。いや、マジっすか。1個案出せとか。緊張します。1個案が出せ。なんか出せ。何なんか出そうよ。え、だからカラオケ大器からだ。でも、カラオケは量で。下手くそはテキーラね。下手くそはテキーラ。ありだよ。さ、カラオケのルールやん。あ、すごいごもっともな。そんなの、アフターでカラオケは、カラオケ行けばいいじゃん。ね、いや、でもみんなで点数で争うよ、ね。そうですね、そうですね。イベントにするから。そうそう。あ、なんかシャンパン1本入れてもらって。本数対決だ。そうそうそう。シャンパン1本入れたら、そのカラオケの点数みたいな。点数ね。そう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 。点数でね。あー、そういうことね。そのチーム戦とか合計点数とか。箱の中身対決でも面白そう。まあ、わかりやすいですね。箱の中身だからさっき書いてあったんですけど、箱の中身は何か対決みたいな、なんか。何で勝負するのそれ。どういうこと、どういうことなの。わかんないっす。中のものを当てるってことあ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。なんか触って、うわ、キモ、何これみたいな。で、中にこんにゃくが入ってる。こんにゃくかよみたいな、多分。はい、普通に、まあ、なんか確かに。確かに。あともうラグビーでいいっすよね。対決だけど。体からぶつかる。もう体と体でもう、ガーンで。新スポみんなで行くと、もう、いや、営業関係ないから。関係。ついてくるの、それは。プライベートや、普通に。まあでも、3月だからね。ちょっと、春っぽいやつがいいよね。ああ、そうっすね、せっかくなんで。はい。ラスト1個だけ案が出ればね、できるんだけど。そう。まあ、もう最悪決まらんかったらおでんになりますね。もうこのおでんは、まずい。おでん熱々対決。はい、おでんは、まずい。最悪も決まらんかったらもうおでんで。趣旨がわかんない。おでんはまずい。リアクションの点数みたいな。あー、リアクション。超面白いもん、おでんなんか絶対。救助2点みたいな。いや、それ、見えてないですか。見えてないですか。見えてないですか。そう。じゃあ。もう1点やっていいですか。救助2点。わかったよ。越後製菓にしとけよ、それは。はい。あ、お花見屋台いいかもね。屋台、屋台。いい
いいですね。一発芸なんて得意じゃん。いやもうメドレーありますね。だからお花見屋台からちょっと広げられるしね。そうっすね。お花見屋台にしとくか。メドレーはお店来てからやっぱり、はい、休みできないんで。お花見屋台ダメ？それ外でやるってことですか？え、違う、じゃあイベントをフェイスするってことですよね。全然僕ありやと思いますね。それじゃあお花見屋台にしてアンケート取ってみようか。そうですね。でまだ時間あるし、なんか中身も決めれそうだね。そしたらあのあれもできますからね。ん？フェイスの。あー F は何か。そうそうそう。アイウェアをフェイス。アイウェア作文だね。あー。まあ、じゃあ早めに、じゃあ別に決まったらもうアンケート取っちゃいますか。オッケー。そうですね。とりあえずこれで。お花見屋台。おっしゃ。じゃあこの3つで。いけます。4つで結局決めた3つ4つイエイ。これなんかってことで今から出してもらえる、出してもらえる、今からアンケートを取るんで、屋台やってるお店、あっあったあったっすね、あったああハートでよかった。はい、ってことでめっちゃおもろい。 あれもうアンケート取ってる、あん集計中、集計中、今集計中、あ、早い早い、今集計してんのね。俺的には助走きそうっすね、やっぱ。うん、助走かカラオケかな。俺結構カンミーティングで助走以外で採用してもらえないんでね。毎回言うもんね。これを機にもう、そうっすね、助走させてろと思ってみんな。俺ね、アニコスが来たら嬉しいかなって感じ。まあ、アニメどう、あれですね、うん、あの弱虫ペダルまあちょっといろいろやりたいから、弱虫ペダル推しだから。そう、もっとエグいのやってほしかったな。おめえいねえからだろ。どれだダメだったから。ダメだったから行くんすか。いやいやいや、レディーボーイ。おう、おう、見えてんのかね。でも多分もう出てるっす。来た、集計来ました。では、はい、お、来た、ドドドドン、来るか。お、お、カラオケと屋台、屋台、屋台なんだ。屋台なんだ。ほぼほぼする。一番平和だ。あ、じゃあ屋台だ。一番平和する屋台。すごい。マジ。あ、もう決まっ、でも屋台はもうこれ、もうこういう企画だからもう決まったよ。すごいのが、女装イベントとカラオケイベントが全く一緒っすね。あの 0.7% 一緒なのがすごいよね。すごい。いや、次にやるやつを競争少ないで決めたらいいんじゃない。いや、もう今ので決まった。いや、もう屋台イベントよ。一番平和なイベントになりましたね。一番平和、屋台だ。じゃあ屋台はどういうことなの。そうね、一番適当に考えたやつになっちゃった。キャストがこう焼きそばとか作るのか、もともとこうあるメニューでやるのか、出来上がってるのか。だからこれをもし出してくれたのを持ってって幹部会議でもう来週話しますから。確かに、そのままポンって渡せば、もうポンって渡せばもうね、助走して屋台にしてよ。助走して屋台、あー、なるほどね。カオスだから、カオスだね。だからまあ屋台ってことはお花見屋台だから、まあお花を作ろっか、お店の中に。まあ業者に行ったので、桜の感じ、桜を出して。あ、いいですね、春っぽい。桜を出す、カイトップ。それ今ミーティング中みたいなやつだから。そうマジか、助走行くと思ったんだけど、ね、助走つまではでしたね。俺もぶっちゃけ助走だと思った。いや、俺も思ったんですけどね。絶対助走だなと思って。俺助走かカラオケと思った。俺もそのどっちか。助走は今後見間違えたかと思った。レイとかご了承してるから助走は出るよ多分。まあ、そのうち多分イベントやると思う。うん、何系女子で行こうかなって今考えるよね。ってことで、ってことで決まりますね。うん、お花見屋台、お花見屋台。まあ日付は来月中、3月以内に絶対やるんで。あ、まあ3月のイベントなんですね。そう、3月のイベントだから。決めようっていう。絶対やるんで。絶対、もう、ほんと、あの40何パーの人らは、絶対来なきゃダメだよ。間違いないですよね。間違いないですよね。マジで。何のために入れたんだって感じですもんね。いや、ほんとそうだよ、マジで。絶対40何パーにしたんだから来なきゃダメよ。ほんとにね。一番のキワイイベントですから。そうだ。盛り上げてくんないと。ってことは感謝系ってことだから、うん、みんなで楽しみましょうと。そう、うん、そうなりました。はい、でも多分お花見だからまあ下旬だね。まあ、多分イメージ的には、まあ、暖かくなってきてからってことで、そう、楽しもう、楽しもう。うん、ってことで時間がね、そろそろね、ちょっと時間もないし、うん、まああれはちょっと
まだステイ、ま、ステイね。ってことで、じゃあ、あの時間が余ったらやることを決めてました、僕らは。何ですか？ おっと、あいうえお、フェイスあいう作文よいしょ、はい、あ、その前にあれ、イベントのあれいいですか、僕の。あ、逆に、ね、逆に、はい、あー、あゆむイベント告知の前に、王子はあ、もうした言った王子は言ったよ、早い、やっぱ王子はもう一番最初に来た瞬間にいたもんね。どういう、いけ、来月アップで、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 アップ来る、アップ来る、アップ、僕怖いんですよ、なんかアップ行く、俺まで来んの。はい、来月21に歩むバースデーやらせてもらうことになったんで、よかったら顔だけでも出してください。待ってます。初めて、そう、イベントはそうですね、初めて、まあフェイスでは1回目なんで、ちょっと今早くも緊張してるぐらい。いや、みんなで、ね、盛り上げていこう。そしたらあの有名な、まあ、その日僕ラッソンのラッソン、まあ、まずラッソンだろうからね。その日は確かに俺もラッソン気合でラッソン取るんで。聞けるの？あのうまい歌を。いや、もうその時は雰囲気で、もうフィーリングで感じた歌を歌わせてください、その日は。あ、なるほど、はい、何歌ってもうまいじゃん。いや、そんな言えるな、まあね、お前な。なんか、てか、ね、逆にフェイスにカラオケないから。え、でも、でも一個だけ言っていい？はい。さすがにその日はもうソロでしょ。あ、それはソロっすね。てかもう、あの、択一択一択回りながら歌うんで。おぉ、ありがとう、ありがとう。アイドルだよね、アイドル。セグウェイ乗りながらこう、アクションしながら、怒りながら、アクションしながら一択一択回っていくんで。現代版光源氏ね。そうなんですよね。かっこいい。はい、任せてください。はい。なんでその日は、ぜひ。じゃあ、あゆえを、あゆえを、パパッと。なんかその、用意してたんですか、ネタを。ひらがな、カタカナでいい、カタカナでいい。サラさん、やばいことはダメ。やばい、1分前。あいうえお、レイトの聞きたいね。サラさん、あれはダメですよ。ここの3つ、3つにしよう、3つ。あ、フェイス、3つ、3つのあいうえお作文。フェ、フェから始まる。フェ、いやいや、俺が無茶ぶりだな、ちょっと書いてみたら。もうやばいよ、時間がない。フェ、フェ、早く。フェ、あかん、下ネタ以外思いつかない。あれしか思いつかない。下ネタ以外も。はい、フェラーリで、フェラーリで、フェラーリで、行く。椅子を倒して、椅子を倒して、椅子を倒して、フェラーリで椅子を倒して、あるよ、あるよ、一つ。倒して、はい、スすます。すまた、すまた。すまた。よし、これだ、フェイスはこれだ。フェラーリで椅子を倒して、すまた。すまた。最高。やっぱ下ネタなるんですね、やっぱり。ぐえ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 、あれ、いいんすか。じゃあ8765だから、今月も来月もイベントよろしくお願いします。またね。イエイ。僕がいる感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。